え、マジいつからサツさんそんなんなの。なんで2軍の練習から行かなあかんねんって。いや道理絶対いるはずだから探せって言ってますっ、うん、って。もうお前なんか使えへんから国に帰れって言われて、うん、あじゃあ帰らせていただきますって。やべえやつだよ。6時55分集合って言え。遅刻してるように見えるやないか。スタッフがなんかちょっと萎縮してるようにも見えるよ。え、マジいつからサツさんそんなんなの。本当にボビー抜きで、うん、いつからそのスタンス。うん、多分ずっと小学生ぐらいから。うん、だからもう東京出てきた時はもうこんな感じよ、大学の時は。だって一回大学の時に3年生だったと思うんだけど、めっちゃ不調で打てなくて、試合お昼からだからレギュラークラスは10時ぐらいからグラウンド行って、うん、で練習して試合に入っていくっていうの の、うん、だったんだけど、うん、あのその前に2軍が練習するから俺打ってないから監督にもう7時からグラウンド来て、うん、バッティング練習やって言われて、ね、うん、で監督は1時間ぐらい離れてるとこから組んでんだ、うん、だからどうせ来えへんねんって、その言いながら監督は、うん、勝手にやっとけみたいな、うん、まあ、そういうのもあるからね、まあまあまあね、うん、2軍なんてもう勝手にやっとけど10時ぐらいに組んでんって、うん、だからそんなもん俺行かへんでと、なんで2軍の練習から行かなあかんねんって、めんどくせえなっつって、だからもう俺行かへんから寝とくからっつって、で、あ、寝てて寮 で、 でそしたらマネージャーが部屋来て、サツさん、ちょ監督から電話ですって言われて、いやいや俺もうグラウンド行ってることになってんねんから、うん、俺おるわけないやん。いやいや、だから、まあ、違う違う、もうその電話の時点でそっちじゃないんですよ絶対。その電話鳴った時点でそっちじゃないのをビビってこないんすか。で全然ほら、ほんだ俺もう練習行ってることになってんねんから、俺が寮にいるわけないねんから、あの寮いませんって言ってこいっつって、うんうん、で言ったら、でまた来て、あ、言ったっつって、あ、言ったんですけど、なんかもう関東グランドいるみたいです。そうだよ。そっちに一発目で気づくべきだよ。マジで、うん、で、そうなん、めんどくせえなっつって、じゃあ俺はもうトイレに行ってたことにするから、うん、お前が嘘ついたってなるとお前怒られるから、うん、俺はトイレに行ってことにするから、お前が言いに来た時は部屋にはいませんでしたにしとこうっつって、おで監督なんて言ってんの。いや道理絶対いるはずだから探せって言ってますっつって、うん、だから俺はトイレからじゃあ帰ってきた時に会って今の話初めてしたにしようっつって、うん、お前怒られるからっつって。ていうかさ、よくさその監督にそれ言われてるんでそんな冷静にいけるね。マジ考えられないんだけど、すごいね。俺なんかどんどん好きになるわ。すごくね。でじゃあ、俺はもう寝坊したことにするわと。そんなよく冷静に判断できるね。寝坊したことにするから、お前は見つけましたいましたって言えと、ね、でまた電話しに行って、あ、言ったって、あ、言いました、何て言ってんのって言ったら、あの今から寮会行くから待っとけって言ってますって。あ、オッケーオッケーって言って、で、感動が来て、さっさきゃーって言われて、で監督室行って、うん、で殴られて、もうお前なんか使えへんから国に帰れって言われて、あ、じゃあ帰らせていただきますって言って座ってるね。例えば僕らの頃ってまあまあ上下関係厳しかったじゃないですか、うん、先輩からとかもう全然関係なかったんですか。その時もう3年生だから、3年生は神様だから。いやでも1年生の時からそんなんいけないでしょ。1年生の時はもうグッと我慢よ。我慢してる時期あったんですか。1年間だけね。でも俺2年生の春からレギュラーだったから、試合に出だしたらもう何も言われなくなる。とりあえずルールだけ守っとけば、でじゃあもう帰りますって言って、って言ったらちょっと待てってなって、もうお前2軍降格やって言われて、ああ分かりましたって言って、で1軍の試合とか行かなかったけど、うん、2軍もオープン戦あるから誰もいないから監督になって張り切ってやったって。えぐいね。どうせ俺がいなかったら語れねえから掃除呼ばれるよって言って、関係ねえからって言って。マジでやべえやつだよ。可愛くないね。マジ可愛くない。で 1,2 週間ぐらい謹慎して、まあ、謹慎してって言っても練習はしてんねんで、学校も行ってるし、ただ1軍のオープン戦には一緒に行かないっていうだけで、でもそしたらもうずっと寮に入れるから楽しいね。へー。であともうだってやるべきことやったら昼過ぎで練習終わるじゃん。だから1軍は試合行ってるから帰ってくるの夕方ぐらいで、遠征行くからね。でも俺はもう2時ぐらい終わるから、でもうやることやったらもう部屋でゲームとかして。そのメンタルすごいね。強いね。できっちりだって3年の春も秋もベストナイン。
やだ俺でもこんな人指導者だったらもうやだ俺もうでもやることやるで、やることやるよ、頼む、まあ、やることやるよ、まあまあ、しかもあの秋のリーグ戦優勝してるから十何年ぶりに俺ホームラン王だよその時多分。いやまあそうだけどなんかもうまあそうか、でもやることやってくれたらいいのか。ちゃんと不調だったけど戻したから調子けえへんと思ったら来てて監督がちょっと読みが外れて読みが外れた時のとっさの嘘が早いよね。ちょっと焦った、マジかとはなった。そうなんと感じまあ結果プロにもなったしね。そうえその監督とはどうなんですか。もう会うこと仲いいよ。仲いいのたまに電話かかってくる。へえ。何そういうドキュメンタリーあ、僕も結構やらかすけどそんなに責めてはないかな。もうごめんなさいみたいな感じで終わってることが多いかな。結構やらかすんですよ僕も、うん、遅刻もしたし、まあ、その度に怒られてましたね。俺プロとかほぼ遅刻したことない。偉いっすね。大人だもん。あの先の話学生だからまだ子供の話だ。21歳。あでも僕プロ入ったの18歳だから20そんぐらい、それぐらい。だからプロ1年目2年目ぐらいですから。で怒られた。怒られますよプロなんて。罰金取られるし、別に寝坊とかじゃないですよ。いけると思ってるんだけどなんか時間が普通に過ぎてるんですよねでも昔罰金の方が良かったよな。それ昔から言われる。俺僕罰金も嫌だったね。罰金すげえ高いと思ったけどお金で済むならいいじゃんみたいなすげえ言われました、うん、罰金。その後なんかさ変な空気にならへんやん罰金で終わるから、うんうん、逆に喜ぶやんみんな、うん、イエーイ地獄みたいな。はい、ラッキーな、イエーイみたいな。もうそんな感じやん。まあね。でもお金じゃなかったらすいませんでした、すいませんでしたみたいな。なんかいや罰金プラスそれだよ普通。え？なんでさ野球界ってあんな時間に厳しいんですかね。アメリカとか全然なんですよ、うん、遅刻してる方もイエーイみたいな。いやいやお前ちげえよってなるんだけど日本のあの時間にルーズあの人の叩かれ方尋常じゃないですよ ね、うん、そうね。それはもうジャパニーズルールだから。ずっと子供の時からだって5分前行動とか言うやん。言う。プロ野球のあの30分前行動どうにかしてほしい。あれはきついや。えロッテそうでした。ヤクルトはそうでもなかった。そうだったよ。あのまだ新人時にあの夜間練習って言って7時半ホテル出発って言ったら普通何分に行く。まあ、10分前やな、うん、だいたい早くても10分前に行ったらあのもう遅いぞ雰囲気全員来てる。ある、ねあるね、で俺乗った瞬間行くの。えっって聞いたら30分前って言って何するんちって無駄が多いよね、うん、で一番ダメなのが監督が早いとこ。それはね話に上ります、うん、で真中さんとかだからそれが嫌だからっつってギリギリ、もうギリギリにもう気にして行ってたっつってた。だってある球団監督がめっちゃ早いらしくて選手は30分前に来て一回監督が出発20分前に来たらしくてもう監督座った瞬間に出たらしくて、そう数人が遅れちゃってタクシーで来いって言われたらしくて、うん、でもこの間僕伊賀と対談あったんだけど伊賀はそうだったらしいですよ、うん、井川は遅刻しない。もうでも監督が10分前ぐらいに来るって言ったら、まあ、こっちもさすがに監督なんだと早く行こうってなるじゃないですか。井川は全然それがなんなかったらしくて、うん、行ったらバスがいないことって何回かあったって言ってましたもん、うん、でもそのメンタルもすげえなと思うんだけどそれやめてほしいですよね。時間ぴったりにしてほしいですね。監督は若干遅れてもいいよね。いい、うん、それぐらいの感じで来てほしい。7時半出発だったら7時半に部屋出てほしいよ。わかる、うん、俺だってロッテのルールもどんどん変えていくから俺はもうもし7時半出発だったら7時29分59秒までにいればいいんだよねっていう。いやでもそうだよね、うん、で1回ロッテ体操あった時あったの。それ何の体操ですか。だキャンプの朝起きてのいらない体操、うん、あるね。そもそも俺は体操なんていらねえんだよって。その後アップやんのにね、うん、それなのにまあ、やるから仕方ないじゃんね。で7時体操だったの毎日で俺1回6時57分ぐらいに着いたの。それでもそうしたらもう体操始まってて、はちょっと何言われてないのにそっちから切れるの、うん、始まっててはっと思ってテレビカメラとかもあったりしながらさはっと思って終わった瞬間そのトレーニングコーチのとこ行って何やってんですかっつって7時から体操じゃないんですか何分に始めたんですかって、うん、いや佐藤君5分前行動だよ。じゃあ
6時55分集合って言え。あ、確かにね。俺は7時体操開始って聞いてるから7時前に来てんねん。正論、ド正論。そんなの始めてたら俺はちゃんと時間通りに来てんのにメディアも含めて俺が遅刻してるように見えるやないか。そこでも気にするんだ。うん、気にしなそうだけどね、そこまで言うんならね。絶対的なレギュラーでもあったから俺がいつも文句言ってんのに俺が遅刻してるってチームメイトにも思われるやん。みんなだって時計持ってるわけじゃないからさ、うん、から俺が遅れてるように見えるやないかと、ね、すげえ。7時からスターズだって7時にちゃっかりにやるんやと、絶対早くやんなよっつってで次の日、うん、あのまた俺55分ぐらいに部屋出るからでまたそれも 2,3 分で着くから、うん、57、8分に着くわけ体操会場に。でそしたらあの7時になるまでこうやって見てて、そのトレーナーのやつがおっさんなんだけどね。で7時になった瞬間に始めたのね、うん、体操を。それまで全員来てるのに待ってて、うん、で終わったのすぐに「さっちゃんちゃんと7時までやったよ」っつって「それでいいや」っつってかわいそう、トレーナーもいい年なのに。いや俺悪くないやろ。悪くない。逆に僕は優しいと思う。あのちゃんとしたルールを作ったという意味で言うと周りの選手も助かる。だからバス乗る時とかもプロ野球界さ、謎に新人とか若手がさ、あのバスに乗り込むのに先輩のバッグあっちってこう乗せる、無駄にやるやん。やる。俺もそういうのも全部やめさせて、そんなもんお前来たやつ全員自分でやらせばいいやから、もう座っとけっつって、そんなやんなくていいやん。あ、いい、まあまあそっちがあるのもいい、うん、だからもうそんなやんなくていいからっつって。いいじゃないですか。全部やめますから。まあ、ちゃんとしてるね。でもね、あの新聞とかもやめさせてるから。何新聞？ホテルの部屋に新聞入れるの。スタッフの人の部屋にも毎日スポーツ新聞入ってたの。うん、部屋にね。あ、で選手には入ってないわけで、いやかやいい話なんやけどな、百何十円だから、うん、でも俺おかしいと思って、あの契約更改の時にちょ新聞入れてもらいたいんですけどっつって、うん、部屋にっつって、えって言われて、えだって裏方とかに新聞入れてるんですよね、うん、あやっぱあのスコアラーの人もいるんで、その情報とかも扱わなきゃいけないんで入れてるんですよって言うから、え俺もキャッチャーやから情報扱うでっつって、うん、だから別に他の選手にも入れなくてもいいけど俺に全身新聞入れてよっつって。でそもそもスコアラーっつっても何もせえへんバッティングピッチャーとかトレーナーとか全く関係ないやつのところにも入れてるやんっつって、それだと俺のところにも入れてよっつって、うんうん、いやそれはっつって、えー、入れるかやめるかどっちかにしろっつって俺に入れるか他を全部やめさせるか、うん、どっちかにしろっつったら次の年から全員なくなったんで、あのスタッフの人たちが「なんか今年から新聞なくなったな」って言って「ああもう俺がやめさせといた」っつって。でもそれも自分でちゃんと言うんだね。逆に入れてくれていいのにね。ねえ思わん。いやそれ、いやってキャッチャーだし情報としては必要だから、うん、しかも今みたいにスマホがないからさ、本当に新聞見ないと資料作れないの、ね、うん、俺何でも言いに行くから。すごいね。さっきさ、あのこの収録前にさ、サツさんとかなんかテレビ局で話とかするのとか言うのって聞いたら結構言ってたもんね、局にもね。スタンス変わらないよね。スタッフがなんかちょっと萎縮してるようにも見えるよね。大丈夫？でもこの番組も長いわけでしょ、うん、って考えたら、まあそんな里崎が好きなんだろうね、多分ね。その代わり、自分で言うもなんだけど他で陰口とか悪口絶対言わないから。まあそうそうね、あの直で言うから。もう陰口で言ってることはもう言ってあるはず多分。あ直で。なんか海の家だとのんびりしちゃいますね。なんか俺今日全然脳働いてなかったですよ。なんか酒飲んでるし気持ちいいし波の音聞こえるんで。じゃあということで終わります。ブライト寿司 by ブルーム、うん、ね、もう寿司海岸のど真ん中にありますからね。ど真ん中だね、本当、はい、本当に真ん中ぐらいだね。そう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 。しかも建物もまあまあ立派で、うん、2階建てなの、うん、ここだけ結構でかいからね。だから皆さんね、今年の夏はね、うん、ぜひこの寿司海岸でねお楽しみいただければいいと思います。ブルームーンで乾杯したいですね、はいはい、さあということで、はい、皆さんまた会う日まで、さよなら、ありがとうございました。